僕は石亀だよ。日本石亀、かわいいでしょ。まだベイビーなんだよ。寒いね。今、ちょうど越冬をしているところなんだよ。ベイビーの間はゼニガメって呼ばれることもあるんだけど、ゼニガメって草ガメのことも言うみたいだから、石亀って呼んでもらった方がいいのかもしれないな。なんといっても日本の固有種のカメなんだよ。僕はまだオスカメスか判別していないよ。石亀と草亀は交雑して雲丘って呼ばれる雑種が生まれることもあるらしい。今日はまあそんなところだ。今は越冬の途中なんだけど、冬眠はしないで常温で過ごすんだよ。ベイビーの甲羅の下のところがギザギザになっているのが石亀の特徴だよ。はんぺんがやってきて遊んでくれるんだけど、食事をくれるんだけど、でも僕は人工餌を自分で食べることもできるんだよ。それで立派な甲羅をいつも背負ってるでしょ。はんぺんにひっくり返されたんだけど、自分で首を伸ばして起き上がることだってできるんだよ。すごいでしょ。寒いんだけど、今はいつも狭いケージで過ごしているから、たまには散歩に連れて行ってもらうんだよ。一生懸命歩くんだよ。楽しいな、楽しいな。また時々登場するから、また遊びに来てくれると嬉しいな。コメントもよろしくね。じゃあまた一緒に遊ぼうね。